はい、別館です。まあ、今日はですね、はい、この渋いというか美しい、ね、渋い色ですよね、着物姿の、はい、なんですけどね、なんかこうやると可愛いね、やっぱり、ね、面白いねこれね。ちょっとね、袖が短いのでごまかしてるだけなんですけど、ね、あ、そうだろう、はい、なんかこんな風にやるとさ、うん、はい、なんかいい感じだよねこれな。そうですね、はい、うん、はい、もうとっても便利な着物です。面白いね着物って、いろんなね、うん、はい、いろんなこう表情をね、ありますよね、やることができるんだよね、うん、まあ、というようなことで、はい、まあ、今週もね、大変素晴らしい着物の姿だったんですけども、うん、ありがとうございます。あの、全くそれとは関係ないんだけどね、うん、はい、話としてはちょっとね、あのウイルス、コロナウイルスでね、うん、本当にみんな困ったって、あの中小企業も困るし、ね、いろんな、あの、飲食店も困ったしね、いろいろあるけどね、タクシーも本当に困ってるんですよ、うん、神社だってお寺さんだって困ってますよ、ここは本当に大変だと思いますよ。年に、ね、一度の例大祭にしても、うん、普段ですとね、うん、多くの人がこう集まってきてっていうのは、うん、それも人集まること自体がダメなわけですよね。でお参りに関しても、うん、そのね、あのお正月とか皆さんがお参りに行く時も、まあ、はっきりと稼ぎ時って言ったらね、ある意味そういうところですよ ね、そこもあの人数制限があったりすると、うん、これは ね、ある有名な大きなあの神社さんはもう、うん、あのコロナの職員が一人出ただけで、お正月のその最中はもう全くもう入れないような状況になったりして、完璧にまずいよねそれ。これはもう大打撃だと思いますよ、うん、まあそうだよね、うん、まあ、それとその神社、はい、お寺さんもそうだしね、お寺さんもそうですよね、うん、法事にしても何にしても、うん、みんな縮小するかね、縮小したりやめるとかね、はい、そういう状況になってますから、あの、それとね、全てがもうみんなこう下げ下がってるっていう状況ですね、うんうん、だからこれね、本当に救ってあげなきゃいけないのと、うん、もう一つはね、ミュージシャンなんですよ。ミュージシャンはやっとね、最近ね、あの、うん、こういうコンサートとかいろいろあったけど、はい、去年のあたりは本当に、ね、最悪ですよね、集まっちゃいけないとかね、はい、いうことで本当に大変だった、うん、それから役者とかいろんな、あの、あ、映画やテレビドラマの俳優たち、はい、女優さんたち、はい、これね、結構これもね、撮影がね、みんな集まってやっちゃいけないとかね、あ、そうですよね、これだから撮影ができなかったんですよ。もっと言うと、うん、俳優の舞台俳優、これもできない。マスクしてね、舞台に出るわけにもいかないですもんね。でまた観客がいるからできるよね。そうか、リモートで ね、あの、うちのさやちゃんなんかね、うんうん、あのリモートで、ね、コンサートやったりしたけど、はい、それなんとか乗り切ろうとしてね、やったけど、うん、本当にきつかったんですよ、うんうん、で、まあ、やっぱりこういうことっていうのはね、うん、あの、あることを想定してやらなきゃいけない。いや、そうだと思います、うん、もう危機管理じゃないですけれども、うん、こういうことがあるんだってことを私たち今経験してますから、うん、今後もあの起こりうるかもしれないじゃないですか、うん、そういう時のための何か対策だから、こう舞台芸術にしてもいろいろな分野にしても、まあ、講演活動にしてもですけれども、うん、今まで当たり前にやってきたことが実は通じなくなるかもしれないっていうことで、いろんなこう選択肢をこう用意しておかなくちゃいけないっていうふうに思いましたね。こういう時はいざという時だからね、うん、いざという時だから、いざという時国が一体国民に何ができるか、はい、うん、いや、ほとんどあまり何もしてくれなかったわけですから、10万円1回払っただけ、そうで10万円払っても消費税が 10% だから、うん、実質9万円ですもんね。ね、うん、それで何ができますかっていうところになりますからね。そういうことなんですね、うん、で、あの、もう一つね、悪口になるかも分かんないけど、うん、一番悪い例は規制緩和だとか公務員削減とかね、あ、はい、あの既得権益の打破とか言ってね、はい、民営化で公務員削減したのが典型的な大阪なんですよ。大阪公務員削減してね、まあ、だらけてた公務員がいたかも分かんないけど、それを削減して、あるいは公共病院の、はい、を削減して民営化する、うん、でベッド数が減った、でコロナが起きた、恨めですよ。そうすると一般の病院は入れたくないわけですよ。いや、そうですよね、だって最初の頃何だか分かんないから、得体が知れませんでしたからね。得体が知れない病院のところに自分の入れちゃって、うん、そこで広がったらもう経営できなくなる。そうですよね、でそれもフォローしてないからね。そうすると何が起きたかっていうと、大阪市は、うん、一時世界で一番死亡率の高い町になっちゃったんです。あ、そういう時期なんですね。今でも日本の中で一番死亡率高いんですよ、うん、人口比に比べると。それは
やっぱり維新の政治というのがそういうね、うん、既得権の打破とかね、公務員の削減とか、うん、金金金でとにかくインフラというのはいざという時用だと、はい、地震が起きた時とか台風が来た時防災ね減災できる、うん、疾病もそうですけどね、そういうようなことをやっぱりやらなきゃいけない、うん、とかできてなかったからベッド数が足りないから、うん、自宅待機でみんな老人がバタバタ死んでる、うん、これは何のための改革だとかね、うん、規制緩和だと、結局何が起きたかというと今オリンピックもあれそうだったけども、はい、公務員にやらせないで、うん、民間にやらせるって形で、うん、電通とパソナが大儲け、うわ1000億でしょ、確かすごいですよ、すごい額ですね、竹中さん大変なもんですよ、ね、これが維新とくっついてる、つまりね、私たちが言いたいのは政治は、ね、合理化とかなんとかとかこういうことじゃなくて、いざという時そう政府がちゃんと助けるか、これで愛国心も生まれてくるわけですよ、いや生まれてきますよ、その本当にこうあの困ってる時、ね、苦しい時に、うん、あ国が助けてくれたんだ、うん、そしたらこうある程度ね軌道に乗ってきたら、じゃあ国に恩返ししなくちゃっていう気持ちが自然に湧き起こるのが、あのそんなね、うん、大変な人のことなんか目にないような冷たい政策されると、だからもう夢も希望もなくなっちゃいますもんね、うん、いやそういうことなんですよ、うん、その共同体が、ね、共同体意識が薄れてしまった、はい、個人がバラバラになってとっても寂しくなったっていうね、う、今日の実はねフロントジャパンで上島竜兵さんの ね、うん、ね話したけど、はい、そこですよ、ここに戻ってきちゃいますもんね、そこへだからね、うん、あの自殺したくなったのもそういうとこあるんじゃないかっていうね、バラバラになって共同意識がなくなってね、うんうん、まあというようなことで、あの改革改革とか、うん、耳障りのいい身を削る改革とかね、みんな貧乏なわけになったんですよ、そう国民が、貧乏ですよね、だって90年の時はみんな 90% 以上がみんな 中流階級中産階級意識持ってたんだから、うんうん、で30代当時ね、うん、30年前の30代の人たちの、はい、あの年収の一番多い層、はい、600万。ああ、今じゃ考えられないんじゃないですか、もう。今の30代の、ね、はい、一番年収の多い層は300万ですよ。うん、あらら。半分ですよ。そのぐらいダメになってるんですよ、日本の経済は。うん、ということを考えるとね、うん、今までの経済政策を本当見直 す、ね、それから改革だ、規制緩和だね、なんだかんだやって、結局儲かったのは維新の政策立案者顧問のパーソナルの竹中平蔵のとこだけですよ公務員の削るとかそのこと全然ね、あの工期を粛清することは大事ですよ、サボらないようにするとかね、はい、でもこういうことはやっぱりちゃんと我々現実を見ていかなきゃいけない、これいい勉強になったと思ってね、勉強になりましたよ、1995年の平成7年から、うん、もう何年になります、27年経ってて、その間もう毎年毎年私は思ってました、うん、今が底値だろう底値だろうって、今こそ底値であって今度伸びていってほしいなと思うけれども、ちっともね、どん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 地底に向かって私たちは下がってるっていうね、はい、今の20代はですからこう下がってくるところで生まれてきてね、上がったの見たことないっていうのは、これはね、うん、大人の責任ですよね、そうです、うん、だからまあ我々は届かないラブレーターとしても皆さんに政策を訴えながらね、はい、支持を求めていくということを国盛り運動はやらなきゃいけないと思っています、きっと届くことを、ラブレーターが届くことを願いつつ、はい、あの体に気をつけて頑張っていかなくちゃいけません、はい、はい、ということで別会以上です。